松永国久は日本の男性アナウンサー。埼玉県埼玉市出身。キャストプラス所属。血液型 AB 型。にこやかな笑顔と堅実な態度で報道の TBS と言われる一時代を築いた人物の一人でもある。実定は元 HBC アナウンサーで株式会社、松プロ、松永代表取締役の松永俊之。TBS に入社。 アナウンサー13期生として放送会にデビュー。アナウンサーとしては主にニュース、報道番組を担当、番組キャスターや浅間山荘事件、フィリピンルバング島の小野田博士郎元少尉創作、成田空港開港、昭和天皇法御と現場中継取材を多数担当し、この間、報道局政治部記者も、経験、野党クラブキャップ、選挙報道番組ディレクター、総理、 格闘党市外遊の同行取材も担当した。1996年6月19日、総務局新サブ専任部長となり、アナウンス職を離れてからは、人事労政局診療所事務長などを歴任。2002年2月1日、クリエイティブメディアエージェンシーに出向。2004年 TBS を定年退職後は、クリエイティブメディアエージェンシー常務取締役のかに、 TBS アナウンススクール事務局長、アトミ学園女子大学短期大学部講師も務めていた。TBS 東京放送アナウンサーの横顔、国内放送局ハンドブック、東日本編81年版3歳、ブックス、1981年、95ページ。出身地大宮市と記述。AB3 放送関係7、アナウンサーの活動記録。 TBS50 年史資料編東京放送、東京放送、2002年1月、238ページ。1 9 6 8 4 3期生7人、入社、小島一慶松永国久池田園子石井和子、県城三重子孝志都市小菅原真紀子。TBS アナウンサーの動き、TBS50 年史付属資料、ハイブリッド検索編東京放送、東京放送、 2002年1月23ページ6 8 4十3期生7人入社小島一家松永国久池田園子石井和子県城三重子豪子俊子菅原牧子ハット ABTBS 日経産業新聞 P23AB ありがとう酒場緑第12回出日合憲講座2014年4月29日閲覧 ABCDEF 3放送関係7アナウンサーの活動記録 TBS50 年史資料編東京放送東京放送2002年1月238ページ松永国久ニュース報道番組 R パック定畜アワーサンデースポーツパラダイス TV おはようニューススポーツニュースコールハット ABCDEFGHTBS アナウンサーの動き TBS50 年史付属資料、ハイブリッド検索編東京放送、東京放送、2002年1月、23ページ。松永国久、ニュース、報道 KR、パックインミュージック、日曜ニュースクラブ、サンデーニューススポーツ、サンデースポーツパラダイス TV、週刊ニュース特集、おはようニューススポーツ、ニュースコール、JNN ニュース1130、 TBS。日経残業新聞。P31。TBS。日経残業新聞。P23。TBS アナウンサーの動き。TBS50 年史付属資料。ハイブリッド検索編。東京放送。東京放送。2002年1月。32ページ。1990年12月2日。ラジオ。テレビスペシャル。日本人初。宇宙へ放送。 ありがとうございます。